雲の中では何が起こっているのか、雲を捕まもうとしている話、荒木健太郎です。モテキ工作です。いやー、この二人でですね、うん、あのお話するの多分あの初めてぐらいの勢いなんじゃないかと。初めてですか。<laughs> 初めてじゃないか。うん、<laughs> あのいやどうかな。いろんな人たちとこう一緒に映ってる映像って結構あると思うんですけど、モテキさんと二人でこう対談してるのってあんまなくないですか。二人きりはないね。 二人きりはないですよね。でもいつもこの二人は必ずいたけど。そうですね。あの。この書籍はですね。あの。雲を捕まえとしている話。まあ、それができるまでの、あの家庭をちょっとお話ししたいということなんですけど。あの、今までですね。このモテキさんとですね。あの、荒木はですね。一年、一年以上ですか。一年かな、大体ね。でも、大体つるみ始めたのはいつぐらいからでしたっけ。 2年経ってるかなもうそれからここ1年ぐらいの間にまあここ1年がちょっと濃すぎてこれより前はあんまり覚えてないっていういですほとんど毎日連絡してましたね、うん、しかもすごい勢いで、はい、よくわかんない勢いでしたね、うん、はいであの私1年前とかも、はい、1>, あ1年前のイメージどうですか1年前ははねね、あのー、なんですか、ね、誠実な研究者っていうのは こういう人のことだよっていうなんていうかいい子だったね <laughs> そうですねうん,うんいわゆるいい子な研究者なとその頃の私を見ていたときに私が今こうなってると思いましたか,い,したかいやもう想像がつかなさすぎて <laughs> いやもう ここ最近の変化が激しすぎて、激しいですね。そこにはですね、脱皮というプロセスがあります。脱皮ですか、これ。虫みたいな話ですね。虫ですね。私は虫ですね。もはやね。虫けらですね。脱皮させたもつたくさんだから。あ、俺ですかね。残念ながらもつたくさんですから。はい。で、あの、一番のやっぱり脱皮のきっかけになったのって、あの。やっぱあれ。これですね。はい。あの、野生の研究者っていうの。 その時初めて聞きましたこの野生の研究者っていうのは研究者っていうのが職業じゃなくて生き方だとプロとかアマとか関係なく生き方として物事を探究するっていうそういう研究者としての生き方を選んでいるっていうそういう人を野生の研究者というらしいですでこれを聞いたのはじゃじゃんこちらですそうですね もうこれ、これ我々にとってあの切っても切れないあの存在ですね、<laughs> これほど歴史的な出来事、人生であっただろうかという,ね <laughs> もう大きなターニングポイントですね、ここに飛んでる持チ作さんがいます。ねこれ、この写真を出したのが2年前だ、だもうちょっと思い出したけど、2年前にこの写真を僕の本で出して、そこで荒木さんが。 それもありますね、今、この茂木さんが着てる T シャツですね、これ、飛んでるこの茂木さんなんですよ、そうですね、ニコニコ学会が作ってくれたという、T シャツになっちゃった、それを自分で着るっていうね、素晴らしいことです、自己愛、自分愛するですどんだけ自分が好きなんですかって、毎日言われてます、その時にですね私、どうして脱皮したかっていうと、ですね手を上げてます、見えますか、茂木さんのところですね、いっぱいいろんな人に手を挙げてもらってます。ははいい どうしたかというと、元気玉を作ってました。うん、ああ、もうこの元気で、一度は作ってみたいっていう、ね。<laughs> 作っちゃいました。おかげさまで元気になりました。うん、脱皮しました。うん、というわけで、はい、えこ、あの、これ書籍がですね。完成するまでに、何度も何度も、あの。 ップしました。で、そこはモテキさんの力もあり、ニコニコ学会の力もあり、まあいろんな人に支えられて、次々とですね川を剥かれていったわけです。もう自分で剥いたのか剥かれたのかわかんない。よくわかんなかったですね。最後の方もちょっと、勢いがありすぎた。はい。でこれその、疲れる前ですね。陽待期です。こういう子だったよ。はい。ね。ごちゃんと気象庁のねあのあれ来てるからね。なんか。 こんな頃もありましたよ生まれたてって感じのね、本当にまだ汚れてない頃っていうか汚れなのかどうか分かんないかど分かんないですけどね、これ、茂木さんが撮ってくれた気象学会発表してくれる、発表してる時の写真、気象学会、本家のね、そうですね竜巻の発表してたんですね、このはいそんな発表をしてましたね、この時は職業研究者だったんですね。 研究はしてるでもそれ仕事としてしてるよっていうような感じでしたはいはい本当に楽しいのかいやまあ楽しいけど楽しいけど今ほどこう生き生きと楽しんでるわけじゃなかったと思うんですねあの頃の自分で多分研究は楽しかったと思うんですけど発表はね今みたいに躍動感があったかっていうとあのいい子だったっていう淡々と淡々と結果を紹介するっていうそうですねそんなことがありましたししかある日 変化が訪れましたじゃじゃん<ー> !2013 年2月、ここにいるのは佐々木京子さんです。はいはいはい。で、中村織夫さんに、うん、この人は誰で,しょうですか <laughs> これ俺じゃないですかこれ俺じゃないですかモテキさんですよ。来、はい、ました。うんここで 気象研究所に遊びに来てくれたんですけどね、そこで気象サイエンスパフェという、今でこそ濃すぎるメンバーが集まった、このグループが結成されました最初このいや、本当そうですよ、この4人から始まり、もう今、もっと広がってますね、コアメンバーはもう少し増えて、パフェのグループに入ってるメンバーも結構いますねそうですね。 だいぶ大きくなった。感じになってきましたもん。そうですね。だいぶ大きくなったもんです。で、まあこの濃すぎる四人がですね、まあ私はあんまりこの時は濃くなかったんですけどね、まあ徐々にこの人たちに濃度をね上げていかれたわけです。塩水をこう射撃するみたいな感じで、こうだんだん,だん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 濃くなってきましたね。環境の影響っていうのは気象だけじゃなくてね。 人間も受けるんだねっていう非常に大きいですね。<laughs> いや <laughs> だからそれはやっぱりその書籍の中でいろいろ出てくる<う>キャラクターも同じで人間も自然現象も<う>同じなわけですね。<うん S 1> でえっとそうやってですねやっていくうちにえこれ2013年の4月です。なんか鼻先してる人とかいますね。<laughs> ひどいね。 確か一般公開ですかね気象研究所の <laughs> ひどい <laughs> みんなで来てくれたうんうんでもうこの頃から京子さんはあの変顔をするのが恒例行事になってましたね <laughs> そうだねであとはえっとモテさんのところに実際みんなで行てジャムプしてくるですね大竹さんもいますねああ熱い岐阜から来たんだよこの人すごいよね初めて会ったにもかかわらず大竹さんにですよあの電車の中でこう火を ね、トークしてきたとしちゃったんですね、うん、その初対面で,初対面で来る京急電車で一緒になって。<laughs> <laughs> 激圧トークを交わしてきたとかって言ってうもうここに到着するまで私疲れてましたんかもう電車の中の人どんだけ迷惑だったんだろうなっていうね<笑><笑>あ,あ、本当ご迷惑おかけして申し訳ございません反省はしてませんホン <laughs> はね僕らも謝りなさそうで,、ね、<laughs> <laughs> でさらにその、はいえー、翌月ですねはい、はい、2013年5月、えー、これお二人のは誰ですかんん京子さんと俺でで、ね、ですすねねそううこれは何の会でしょうはいはい、はい メソキショ研究会かいそうです、ね、その通りです。初学会前に毎年まあ毎回か毎回開催されているメソキショ研究会で、ねはい、なんとこのこの二人がですね、うん、あのやったね入ってね、うん、<laughs> やっちまったやっちまったね。 いやでもあの影響やっぱ大きいですよ。あ本当ですか。の今日、や京子さんが言ったことはやっぱりその当時の3時間の方が気象庁の3時間の方が受け止めて、え情報をどういうふうに出していくかとかそんなところを検討し真面目に検討しましたからね。あ本当ですか。すごい素晴らしいことです。まそんなこんなで、あの本書のですね、全てを決める運命の落書きが。 ね生まれてしまいましたああ生まれてしまったあったねもう俺はもう多分ねキリ覚えてますねこの頃からはいはいあのモテキさんはじめとして他の人たちにもねもう結構あの汚染じゃないけどまだ のきっかけみたいなところは作ってもらってたんですよね、土台作りはしてもらっていました。で、これです、2013年の8月、ちょっとちっちゃくて見づらいですけれども、落書き、積乱雲の一生、むしゃくしゃしてやった、まだ反省はしていない、今でもまだしていないと、そういうわけですねねね落書きはありますすつで相当してこれね。 こんなに書くかっていうぐらい細かく書いてますねでもやっぱりむしゃくしゃしたんでしょうねいろいろ暑いしね夏ですし溜まってたんだねやっぱりねもう爆発ですよフラストレーションさらに調子まだあったさっきのこの「積乱雲」の一生結構反響が大きくて書籍を書くっていう話が出たのが確か去年の2013年の5月とかだったと思うんですけど全然私書いてなかったんですね かけねえっつって全く書いてませんでした本当に編集の方にはい。うやらない大変なんだよねはい書けませんでしたで落書きしたらですねそのコメントがめちゃくちゃついていっぱいシェアされたとこんな光景見たことないですからフェイスブックで おかしなことになってしおかななことにって俺も見てて何が起こってんだろうっていうね書籍化してほしいっていう声がやっぱり多かったんですけどその時も思い出しましたそういえば書籍書いていたとっていうかそうだ執筆以外もらってたんだってはいはいごめんなさいという話ですさらに調子に乗って私はですねヨイドル・パーセル君という酔っ払いのキャラクターが出てしまって主人公の原型ですねこれつまりねいやもうこのヨイドル・パーセル君がまさにこの書籍の今回 ここに入ってる <laughs> いや本当にこの形になったんだよっていうね <laughs> はい<こ>れその原型が実はここですよ <laughs> あの裏拍子にですよ裏拍子にねもう堂々とど真ん中をねど真ん中に酔いろいろしてパーセルくんが <laughs> でこの本の中何百ページあるか知りませんけど <laughs> 何回出てきたんだお前っていうぐらいね。パーセルくんっていう文字だけ数えると何回出てきてるか分かんないですけど、相当な数ですね。<laughs> <laughs> 何ワード、何百、何百どころじゃ済まないかもしれないですね,ね。うんはいはいはい あのそんな数のパーセル君が、うん、この書籍の中には登場します私の脱皮の話に戻りますとやっぱり一番大きかったのは、うん、えっとこのニコニコ学会ベータっていうやつなんですけど、うん、これの話が来たのが、はい、2014年の1月でしたそうですねこれの、まあ、準備段階っていうことでですね 学会の関係者の高橋さんという方に、気象研に来てもらって、写真を撮ってもらったんですね。で、これが、えっと、2010年の1月です。で、そらくこれが、第一脱皮だったと思います。なるほど。この辺りから意識が変わり始めたのかなっていうとこで、なんかとんでもないことを引き受けてしまったみたいな。かからら明にね あのいい子な感じとはちょっと違うね <laughs> あの目が死んでないからね <laughs> <laughs> まだ生きてる <laughs> <laughs> なんか「<は>い,い俺やっちゃうぞ」みたいなやっちまうぞう <ん S 1> はいっっうわけで実際そのニコニコ学会で気象セッションでこうみんなで話をしていくわけなんですけれどもうんうんそれの打ち合わせを始めたのが2014年2月ぐらいらですね 2> 2月はい でこういうふうにくもくも劇場気象サイエンスパフェ、うん、まさにこれはモテ作さんが目指していたところそのものだったんじゃないですかうん、うん、そうあのこういう感じにしたかったっていうのがあの2月は本当楽しかったねそうですね、うん、ただその分やっぱり発散してたところもありました、うん、ね ための,あの準備ととしては絶対必要なところだったんですまあそれ今になって私すごく実感するんですけど,うん、うん、どあの時のこう熱量っていうのをこういっぱい膨らませておいて一、うん、つのところに絞り込むっていうのはすごい、はい、あの作業が必要になってくる、うん、でそれをやったのがこの2月の打ち合わせだったんです。 小さくまとまっていいコーナーになっちゃってたらもそれじゃ絶対うまくいかなかった,かかったんだ <laughs> <はい S 1> ここでもうめちゃくちゃ盛り上がってお酒も飲んでないのに <laughs> なんだこのテンションはっていうか部屋の温度上がってましたよ多分いや全然上がってましたね <laughs> <laughs> 私汗かいてましたからねうんうんはいでまあその中でですねあの書籍が結構書き進んできまして <はい S 2> 2014年のはいはいえ3月ですね <うん S 2> あのー この当時はまだタイトルがあの仮タイトルで、クマをつかもうとしている話、クマ、はいうん、の秘書学っていうようなタイトルでした。で、あの、まあ、やっぱり話していく中で、もう、茂木さんからのアドバイスは非常に大きくて、もう、全部出せと。全部出して、コメントもらえとお前。お前なんか未熟だから、もらえと。もらえるもの全部もらえと。<laughs> うん、まさにその通りでした。うんうん、本当に。 全文先読みのキャンペーンいうああそっかここから始まったのかそうですここですよはいはいはいそうかそうかでもうそれいただいたコメントがあまたあまたですよどんぐらい来たんですか結局最終的に結局その百超えたでしょいやちゃんとその原稿に反映したコメントだけ合わせると軽く100以上ですであの感想だけいただいた方っていうのもその倍とか 倍だからこれその人たちをみんな共著者に入れたら表紙全真っ黒になっちゃうますいや本当だよねはいそのぐらい多くの人たちに支えられて今の書籍ができています確かにその書籍の内容を紹介したっていう意味でその打ち合わせニコニコ学会の打ち合わせの中でえっと2013年3月やりましたね 雲の一生どうなってるのかというのを元のオリジナルの絵を使ってこうみんなの前で話したえところだったんですね。うんうん、でモツレ作さんもこ,この辺にいますねこれめちゃくちゃゃく面白かった、ねっね、す,ごすごい面白かった。うん、で多分こ,これがですねこの最初の黒巻構成デビューうん、うん、こういうい感じのだったんですね。うんうん、ビデオ撮ったね、はい。もう随分その頃からは慣れましたね。まあ、今,日今日もあまり慣れてないかもしれないけどいや,いやいやもう全然違うよだって最初撮った時とかね <laughs> ガ,ガチガチでしたね、うん。ガチガチだ。いや、でも、ネタが面白かったからね。<laughs> ガチガチでも全然よかったね。だんだん乗ってくるのが分かるっていう。<laughs> まあ、確かにそんな、あれでしたが、まあ、ガチガチでしたうんうん。さらに、時は進み。<うん S 2> これ、 これ今撮ってる同じ会場ですよ。ああそうかそうか。こういう会場でね僕らにはこういう感じの会場が見えてるんですけどリハーサル直前生放送があってああニコニコのリハーサルかそうですそうですニコニコ学会のリハーサルがあってここにも佐々木京子さんが変顔してますねやっぱ恒例ですねはい秀逸ですねまあこういうですね集まりを重ねていくうちにいつの間にか自主練ですよそうだね 覚えてますか<ー>これ？いや本当胃が痛かったもんね。<laughs> あのあと2週間とか言ってプレ,プレッシャーで、うん、あの飯を食ってもゲロ吐きそう。うん、<laughs> そんな状況がこう。酔いどれパーセルく状態に僕らがなってましたからね。<laughs> その通りです、ねうん <laughs>。大きなプレッシャーを感じて、うん、あの。 こう少しでも不安を紛らわすっていうのもありやっぱり自主練が必要だより良い発表にしたいということでこう集まったこの3人ですよ<ー> <laughs> まさか自発的に練習するようになるとは思ってなかったですいや本当ねいや4万人の前で話すっていうねそれがリアルにもうあと1週間2週間ってなってきた時に本当にリアルになってきて <はい S 2> <laughs> そうですねうんいやありえないプレッシャーでしたねあれはありえない本当にありえないプレッシャーでしたね <うん S 2> でまあ そんな中で自主練を重ねて、確か茂木さんは、そう、この回の自主練、確か1週間前だったと思いますけど、この回で僕は先に、お先にっつって、吹っ切れたかなっていう感じだったかな。私と京子さんはだめでした、吹っ切れませんでした、直前までで、やっぱりその中で生まれたのがこの話ですね、ゲリラ豪雨撲滅への道。あ、もうね、すごかったね。 私、これまでその発表の練習なんかほとんどしてなかったんですよ、学ねはい、大学の卒論発表の時はさすがに何回,、うん、何回も発表してたんですけど、それ以降の学会発表って全然練習しなかったんですよ。 でまあ、その場でしゃしゃと話して終わりっていう感じだったんですけどこの時の気合いの入り方は尋常ではないと、<laughs> それ多分、あのうん、茂木さんよくご存知だと思うんですけど、うん、いや人はここまでやれるんだなっていうところまでやってましたよだって実際ね、ね、あのー、その先で聞いてる人がこれ見なかったら伝わらなかったら死ぬかもしれないっていうね,そ,うですねそこまで考えてたじゃないですか。いや 単純に逆にそのエンタメっていう側面もあったかもしれないし楽しんでもらいたいっていう気持ちもあったけどでもやっぱり素直になれたっていうことが、うん、一番大きかったと思うでそれは素直になるっていうのは無敵さんはじめそのいろんなパフェの人たちとこういろんなやり取りを重ねていくうちに素直になれたんですよそれまでやっぱりいい子だったからなるほど <laughs> 素直になれたうんだっぴはい、はい、来たで 脱皮した結果、よしょってこういう感じですね。その勢いで空に手を上げて元気玉を集めました。元気玉まさかこれをやるとは思わなかったね。空に手を掲げて、そうすると、手から元気が飛んできます。飛んできた元気は私のところに集まり、そして私は元気になります。言って薬は必要なくなりますみたいなことを言ってました。 いいや言えなよ第2脱皮ここでさらに皮がむけましね。むかされたのかもしれないみんなの力がねすごい大きかったですでもここから早かったですね早かったね次の脱皮はこうやってスーパーサイヤ人2から3になるのは早かったですねもうあの漫画の通りですよ1回ねその通りですね1回なってしまうと次は速い 特にそれを促進したのがこの人ですね、きっと。ああ、どなたかわかりますかいたね、京都大学のすげえ偉い先生と見せかけて。いや、あ偉い先生ですよ。堺先生ですね。あの人の話に、放射話にですね、いや、あの先生にも、堺先生にも私、コメントもらって実際、書籍直したんですよ。図もちゃんと差し替えて、すごいめちゃくちゃこの本にね、だから、 すごい入れ込んでたよねあの先生自体が <はい S 1> やっぱりその自分の専門分野のところってこう こうなんか曲げられなないい信念ってあるじゃないですかあまあそ,れはそう,でしょうよで私はやっぱり未熟なんで、うん、その自分の専門分野以外のところって分からないところあるんですけどうん、うん、でもこの書籍はそれだけじゃなくて、うん、やっぱりその貴重な基礎になるところを説明したいっていう思いがあったからいろんな人の意見をやっぱり素直になれてたから素直に聞けたんですね。うんうん、なるほどなるほどでその上自分で判断してでこういうキャラクターたちで表現できたわけです。うん、で、まあ、この堺先生、うん 坂井先生のだから元気玉としての送ってくれたようなもんじゃないですかそのコメント一つ一つってそうですねだからその元気玉がここに溜まってるわけですよ溜まってますそして溜まった元気はですねこの時私溢れてしまいましてあの向けましたは来たね向けてはい第三打ピーですこういう感じだったよ本当にもう大変なことになってましたねそして出来上がったこの書籍雲の中では何が起こっているのかはい はいもうとしてる話ですいろんな人の思いが集まってます地球人全体から集めた元気玉みたいなそんな感じになってます世界的な魔人ブーを倒してはいでまあ何がポイントかってやっぱりこの人たちですよねあのこの色合いまでですねやっぱりこだわりがある人があって私全然考えてなくてカラーセラピストさんとかねそうですカラーセラピストの吉次さんという方があの 色が暗いともっと受けるためにはパステル状にしなきゃいけないとなるほどやってみたらもう全然雰囲気変わるんですよいや確かにね俺も見ててその原稿直して見せてくれるじゃないですかでも全然違うんだ印象が全然違いますよね <laughs> 全然違うんだよ全然違う、うん 吉さんありがとうございます本当ありがとうございますそうして生まれたこのキャラクターたちはですね人間味に溢れてるわけですそうだねまあ飲みすぎてゲロっちゃったりあと茂木さんがよく紹介してくれてるみたいに人たちはこう持ち上げられるわけですよ持ち上げてくれる存在って絶対必要で支えてくれる人がいるからだから頑張れるだから頑張れたよってこういう話ですからこの まさにキャラクターが多分私だったんですね。だから僕らの人生そのものがあのキャラクターに全部入ってたっていうね。入ってます、本当に入ってます。一番私を持ち上げてくれたの持ってきたんだと思います。ああ、まあかなりね、そうですね。そうして出来上がったこの構成ですね、6小構成になっていて、パッと見で。 見るとですね基礎から楽しむ話から微粒子雲降水雲の性格気象災害雲を掴もうとしてる話という多岐にわたる分野すごいでこれは。でこれやっぱりさっきも言いましたけど私必ずしも専門でもない分野もこの一冊を収めたいでそれはやっぱり現場で働く人たちに自分の経験も含めて伝えたいっていうことがあったからどうしても書きたかった。 でも、専門じゃないからわかんない、はい。いろんな人に元気を本当にもらって、うん、元気だけじゃないもんねそう。有益なコメントを多くもらいました。うんうん、で、まあ、そうしてですね。うん、あの、結局知っていただきたいのは、はい、えー、雲とえ空を楽しむと。はい。そして、その雲の内面、性格をして、うんうん、よりうまく。えー、その雲と。 まあ災害をもたらす雲であってもまあ普通に出てる雲であってもえ内面を知ってもっとうまくもっと上手にもっと楽しく付き合っていきたいそんな技術まあそんなコツですねコツを伝えたいと思ってえこの一冊に収めてありますいや完全に収まってますよ結局その雲を楽しむっていうことはでこう気になっちゃうでしかも性格知ってるで例えば私がなんかあのこう 無口になってこうなんか明らかにイライラしてる感じがしたら茂木さんどうどうします？いやーあの今はそっとしとこうかなって思う時間を時間をだ今はちょっと距離を取って離れて <laughs> そうですね、うん、近づかないとかですね、うん、そっとしたこうとまあそういうことです、うん、これが何かというと、うん、その明らかに災害をもたらしそうな雲が出てる。うんうんうん 天気が悪くなりそう気象災害が起こりそうという時はあらかじめ避難をすれば災害を未然に防ぐことができるんですよ自分の身を自分で守るまあそういうふうに雲を楽しむところから何ができるか災害ゼロの未来を実際に作っていくことが可能になるわけです私はこれを目指していてそれをするために実際に本を書いたわけなんです本当でも、ね、この本読み終わったらこの感じになりますからね。<laughs> 本当になりますね、うん、はいはいでまああのあ<ー>ここまで来るのに本当に、まあとね、本当に本当にいろんな方の,の助けをいただきました <laughs> いやー涙出てきますねちょっとあのここにはあのまスペースの関係で書いていない方もいますけれども、うん、特にあのコメントいただいた方とか、えー、非常にお世話になった方にですねあ、うん、の登場してもらってます、うん、あの本当に本当に多くの方にあの支えてもらってここまで来ることが できました、うん、どうもあ私が一番俺言わなきゃいけないのありがとうございますありがとうございますがあの俺,、うん、いい俺も荒木さんの本にここまで関われたっていうことで俺もやっぱり成長したなと思うんですよねあだからここにね,ねコメントしてくれた人たちもみんなそうだと思うんだそのコメントしてあげた荒木にしてあげたで終わってないと思うんですよそのしてあげたことによって自分自身もちょっと何か考えたりとか そそういうういいきっっかかけになったと思うんでですすよねねれは嬉しだらみんなで一緒に成長していくっていうのは、うん、あのすごく重要なことだし私自身それをすごく、うん、あの強く感じたのがやっぱりこの書籍を執筆していく中で感じたことだったんですね。うんうん、であのやっぱり、えー、とこれは、うん、えつながる心っていうのがこれから先、まあ、災害ゼロの未来を作っていく原動力になるっていうのを非常に強く感じたところでしたね。 あん,まあんまりねそうですね、うん、あのでもやっぱり気象災害なくすためにはそういうのが必要なんですよなんか雲が出てきれいだなって終わらせないでその雲をやばいやつどうなのっていうところまで見て、うん、さらに気象情報を自分から取りに行く、うん、まあそういうふうにつながっていって少しでも、うん、あの気象災害、ま 悲しい思いをするような方がいなくなるような未来を絶対に実現したいというのが私が強く思っているところです。で、それに大きく賛同してくれた、うんえー、茂木さんが今回、うん、あの私の脱皮を何度も何度も、うん、手助けしてくれて <laughs>、うん、あのここまで来ることができました。ここに映ってる人以外にもまあ何百人もいらっしゃるわけですけどその人の心がつながって今、未来ができつつあるで、実際に今ここまで来たと。 いう感じですよねでもこれで終わらないで読んだ人はさらにその先の誰かにつなげてほしいなっていう全くそのでです本当にそそうう思んよれで今回この書籍裏にこういうふうにパーセル君いますけれどもこの書籍をですね実際に読んで面白いと思っていただけた方はその人の大事な人にそうだねそれ大事な人に伝えてほしい。 この本そのままあげてもいいですしもう一冊買ってあげてもいいし進めるだけでもいいその人が災害で亡くなってしまったらどう思うかっていうのを考えたらすごくいろいろ考えてしまうと思うんですね大事な人を守りたいそういう気持ちですねつながってるところそれがさらにどんどん広がっていって やっぱり災害ゼロの未来っていうのは実現可能になるんじゃないかと思います。でこの書籍は、うん、そんな多くの人たちを、はいえー、協力のもとに、えー、出来上がった一冊です。はい、というわけで、えー、一番支えてくれた茂木耕作さんと、えー、一緒に、えー、初対談ということで <laughs> 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 ありがとうございます。<laughs> はいありがとうございました、はい。どうもありがとうございました。